ちょっと前というか、ね、結構前かもしれないですけど、白鵬さん。白鵬さん。ね、横綱白鵬さんですよ。はい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 。これビッグネームじゃない。ね、これ白鵬関の誕生日会。はいはいはい。僕行かしてもらったんですよ。いやー。話ありますか。すごいですね。ね、行かしてもらった。いやね、実はね、これ僕話すのと。うんと思ったのもその話です。ああ、そう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 。ねえ、これはいいすごいです。その、誕生日会に何でもいいから、プレゼントをね、持ってきてください。はいはい、でこれ、白鵬関へのプレゼントじゃなくて、途中でビンゴ大会、じゃんけん大会。じゃんけん大会。をやるから、そこで買った人が順番に選んでいくっていうプレゼントを、持ってきてくださいって言われたんです。で、僕は、何やったかな、なんかこう、アロマ的なやつですね、こう、なんかこう、買って、持って行ったんです。で、っていうのが、バーって机の上に並んでるんです。はいはい。で、僕が持って行ったようなアロマとか、それこそ、ハムとか、そういうのは結構、もう、残っていくというかね。で、こう、あ、そうか、順番が決められてるんだ。で、買った人から順番に、そうそうそう。取っていけるっていう。で、こう、言ったら、そういうのもいっぱいあって。ほんで、こう、じゃんけんしていくんですよ。で、白鵬関が、じゃあ行きますよ、最初はグーじゃんけんポンみたいな感じでこうやっていく、はい、でこう負けたら座る負けたら座るって言ってやっていくんですよ、でこう一番最初に買った人が一番最初に商品を選べるっていうやつやって、はい、でそこで買ったのが、貴婦人みたいな、なんかもうすごい貴婦人みたいな人なんですよ、でどんな人なんですかとその知り合いの人に聞いたら、モンゴルで馬を5000頭飼ってる人の奥さん、奥さんらしくて、まあ多分もうすごい人なんですよ、お金の面でね、もう見た目ももうすっごい品のある、おばさまもうマダムみたいな人が優勝したんですよ、じゃんけんでね、でその人がじゃあ一番に勝ったんで、これいただいていいですか、いやいいですぴったりやと思いますって言ってもらったのが、250万のエルメスのバッグでした、ね、すごくないですか、なんでその人にそんなんが行くねんっていうことですよね、そう、でも250万もすんのと知らんかった、その時、ああ、エルメスはね、僕エルメスのことちょっと調べたんですよ、でエルメスって皆さんあのマーク思い出してください、あの馬車、馬車でこうカゴの上があって、馬いて、でこっちに調教師みたいなのがいるんですよ、でこの調教師っていうのはエルメスのこの、職人、はいはい、で馬車っていうのはエルメスの素材を表してるんやって、でカゴに乗ってる人なんで乗ってないねん、なんで乗ってないねんって言ったら、それはバッグを買ったあなた自身なんですっていうことなんですって、赤ちゃんだから乗ってない。あ、ね、あなた自身だと。だから乗ってないねんけど、その貴婦人はモンゴルでは馬乗りまくってる。そう。そういう人やっぱ行くねんな。ああ、な